はい、どうも皆さん、こんにちは。で、今回ですね、挑戦途中やっていきますか。で、今回ですね、この成績の方、トロフィーをね、進めていきたいね。で、今回やるのが、メルヘンのこの影の支配者だね、これ。これが1500万円以上の賞金を獲得で、で、難易度は何でもいいっていうね。まあ、やってみるけど、どうなんだろうね。簡単なのかな？で、見た感じ、エクストラハードの方がもらえるのか？ 1300 万ぐらいか。まあ、一応ここでやっていこうかな。で、どうしようか。普通に、風今回使ってみようかな。なんとなくだけど。まあ、ここはね、念のためというか、入れといて。で、究極の忍びもワンチャン取って。で、あとこれかな。スピードシューズつけたいね。で、あとは、これ。マネーサーチャー。完璧じゃん！じゃあ行こう。じゃあ行こう。果物が実る、まずは、ミッションが来るまでに、敗者復活戦か。あ、だけど結局はミッションもやんないといけないのか。まあいいや。それが来るまで、全員倒しとかないといけないの。まあ全員というか、一人残してね。まあ。おわ！あ、だけどボールくれたのか。え、なんかめっちゃ投げるね、今回、リス。オッケー。で、これ、後ろから、オッケー。っていう、なんか後ろ来てるんだよね。あー、これね。オッケーオッケーオッケー。まあ武器屋は、あ、そうか、エクストラハードだからちょっと気をつけないとね。オッケー。で、多分ね、もう少しでミッションが来ると思うんだよね。オッケー、いいね。まあこれでいいか。2回当てといて。これだね。所持金アップ。これね、絶対やった方がいいんだよね。てか、やんないと無理だね。そうなんだよね。オッケーオッケーオッケー。これ見せてくれないかな、もう。あ、え、これオレンジじゃない？オレンジだよね。まあ、念のためもう一回見とくか。レモンじゃないよね。あ、オレンジか、オッケー。だけど、こういうのも倒していかないといけないんだよな。で、残り8人か。意外にいるんだよね。オッケー。で、オレンジ。あ、だけど、ここは取れないのか。まあ、4分ぐらいあれば、いけるか、多分。あ、レモンね、オッケー。じゃあ、オレンジを取りに行けばいいのかな。オレンジってこれ？オレンジだ。よし。いや、本当に毎回言うけど、ここのリザードマン、本当におかしい。あ、やばい。うお、危ないね。あ、あった、ボール。で、残り3人か。残り3人なら、これ倒しときたいな。OK、よし。いいね。じゃあ、あとレモンも取りに行って、一応クリアかな。じゃあ、まずは、オレンジを、ここに正解。置いて、そうだね。まあ、まずはミッション1個目ね。成功。お、やっと倒せた。じゃあ、あとは、レモン取りに行こう。意外にちょっと時間 ここでたくさん使っちゃったから。てか、思ったけど、これってさ、なんかチェックポイントついてる？あ、いろんなところについてる感じか。じゃあ、レモンは、あ、いや、これレモンじゃないの。あれ？あー、これか。危ないな、本当に。あれ当たったら終わりだからね。じゃあ、これを、正よし、解。来た。よかった。まあ、ミッション成功だから、まあ、これは倒さないでおこう。てか、倒しちゃダメ。どうしようか。この間に、ちょっと準備でもしとこうかな。てか、何売ってる？あ、そうか。ちょっと使っちゃダメじゃん。お金がもったいない。危ない。バトルシューターとかあったら買おうかなって思ったけど、ダメじゃん。まあ、これで、まあ、ミッションは終了。あ、てか、本当に消えるんだ。100万ぐらい増えたかな。で、次、敗者復活戦だから、これだね。オッケー。だけど、これは、誰も倒さないでおこう。で、多分ね、リスもね、ボール持ってないから倒せないと思うんだよ。さあ、みんな頑張ろうね、また。てか、これで本当に1500万いけるのかな。なんか念のためだけど、こういうのを壊した方がいいよね。これで少しお金貯めていくか。まあいいね。まあこんな感じで、お金を集めていきたいんだけど、効率悪すぎるな。確かさ、ここでももらえるよね。え、なんか倒してる？2人倒してるのか。ダメだって。あ、そうだ。おお、来た。これ5万円だね。よかった。で、あとは、うさぎにこれをね、スイカとかフルーツを渡しに行ったら多分もらえるのかな。正解。あー、だけど1万円だけかな。だったらいいか。まあ、11人。で、多分、プラス1で12だから。敗者が
11人って多いな、そう考えると。いいねいいね、12人だからこれで取れることを祈りたい。投げますね、いきなり。 OK、 1人。闘技場ここからやばいんだよね、人数も多いから。多分絶対忍び使ってくる人いると思うんだよね。 OK、 いいね、よかった、避けるかと思った。いいね、タイムセールか。てかマネーサーチャーあんまりなんか有効活用できてないね、まあ、ただ単になんかお金見れるだけだから、まあ、そんな気にしなくてもいいのかな。これ後ろからいけたね、危ないね。やっぱりそうだよな、どんどんやっぱり忍びが増えてくよね。オッケーオッケーオッケー、まあ、いい感じじゃない。ビッグバトルボールか、ビッグバトルボールね。なら、あれだね。究極の忍び、ここで登場させるか。残り4人ね。いでよ、ドラゴンの究極の忍び。今噛んじゃったけど。で、これで。まずい状況だな。マジか、いや、かなりまずいんだけど、これ。どこ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 、やばいな。何大盾か。すぐこっち来る？ビッグバトルボールいたらもう終わりなんだよな。終わりではないけど。いやー、落ち着きたいな。まず、リザードマン普通に倒したい。頼む、覚醒しないでよ、ここでいきなり。OK、よし。なんとか、なんとかいけた。残り3人、3人とも忍び。やばいな。あと1分30秒っていうのもやばい。いたいた。まずいよ、本当に。あそこで戦ってくれないかな。制限時間内に全てのライバル来た、よし、オッケー。呼ぶ呼ぶ呼ぶ、さてと、やっていくか。またエクストラハードだよね。でちょっと巻物を変えましたね、あの氷にしていけるかな。いやー最悪だったな、さっきの。今回はパッとなんかいけたらいいな。 OK、 順調順調、いいね。 OKOKOK、よし、ここまで本当にね、順調すぎる。これはやろう。あー、メロンね。まあ、メロンもここにあるから、これはラッキーだね。てか、なんかバレなかったけど。まあ、倒しとこう。ボールはもらっとくぞ。正解。オッケーオッケーオッケー。イエス。で、これは、スイカか。スイカね。スイカなら、もう場所はわかるから、あっち側に行こう。で、残り5人だから4人は倒さないといけないなぁ。オッケー。うおー、リザードも。ああ、やっと倒せた。で、ここにね、5万円があるから、これ取って、あとスイカも。てか、これもなんか、壊せるくない？あ、壊さない？なんだ。で、残り3人が、2人は多分リザードマンなんだよね。OK！ いや、ほんとにリザードマン動かないな。よし、じゃあこれ持ってって。完璧かな、ここまでは。正解！到着！まあ、あとはこういう1枚をね、少しずつ取って、時間もあるからね。よし、一応400万円。まあ、あとこのウサギにも渡そうかな。来た、うん、やっぱり1万円だな。あれだけどアップしたって言われてもさ、確か401万円あって、あれそんな増えてなくない？なんかやることあるかな。まあいいや、一応敗者復活戦が来たから、これはもう本当に時間を待つだけだね。あーあっていう顔はしてないよな、さすがに。敗者の部屋、てか一人倒されたってことはリスが一人倒したのか。2000 years later。 よし、一応ミッションあと10秒で終わるから、
こっからが本番だな。さっきここで負けたから。さあ、お、12人、いいね。いいけど、本当にちょっとね、どんどん倒していきたいな。まずリスから行こう。オッケー、危ないな。3試合目。2 hours later。よし、あぶな。ギリ一応できたな。オッケーオッケーオッケー。残り1人ね。来ました、ここまで無事に。またね。さあこっからが本番なんだよ。もう2回も普通にやられちゃった、やばいな。さあ頑張ってこう。よし、まず1人ここね。ここだ、こっからなんだよな。よし、2人3人。わあ怖い。 OK、 ボール2個持てるのはでかい。よし、なんかずっとここ行って帰っての繰り返しだったからね。できる限り巻物は忍び相手とやりたいな。よし、オッケー。てかこの後ろ僕あんま行ったことないけど、あ、特に何にもなかったな。やばいな、リザードマンとリスがな。だけどこれリザードマン行けそうだね、後ろから。よーし、いいね、リザードマン倒せたのでかい。来た来た、あと残り3人。だけどその3人ともね、絶対忍び持ちなんだよ。あ、まあ絶対は言い過ぎだな。てかボールここ落ちてるのでかいな。お、大館やられてる、ラッキーだよ。え、何ここ、え、どういうこと。まさかこのリザードマン最強じゃない。その理由としては、何このビッグバトルボールとさ、え、普通の忍び、あと大館やられてるの。え、普通に後ろに隠れてた。来た、よし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 、いいぞ。残り1人、残り1人は、うわー、でけさんが忍び持ちのあり、うん、の可能性も あるな。だって武器屋でも買えるからね。あー、だよなー、忍びいるんだよ。制限時間内に全てのライバルを倒せ。よし、来た。これで1500万円以上いかないとね。お、来た、よかった。記録更新、これでトロフィーも来たね。よっしゃ、めっちゃ時間かかったなこれ。普通に。じゃあ最後あのこれ見たいね、しっかり取れてるかどうかを。来た、影の支配者、ナイス。じゃあね、次回は天空の遺跡の瞬殺者と、あとこの浮遊石で浮遊層、え、これって何なの、浮遊石で浮遊層、面白いな。まあいいや、この2つやっていこうかな。そんな感じかな。ってことで一応今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでもよかったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで